ヤッホーイルカです。白糠町のチャロ綿羊牧場を出てマシューコ方面に向かいます。もう夕方なのでお風呂に入ろうと思います。ホテルマシューです。かけ流しなので速攻から湯気が出たりしています。日帰り入浴は朝7時から夜10時まで OK です。なんと400円です。お安いです。6時半ごろ道の駅マシュー温泉に来ました。ホテルマシューから車で数分です。もうすでに売店は閉まっています。今日はここで車中泊します。はい、道の駅マシュー温泉です。福原スーパーで買い物してきました。その前に乾杯します。北海道限定札幌クラシック。ホテルマシューで外湯入って汗いっぱいかいて喉乾いて美味しい。いかそうね。中華切り落として書いてある。いくら醤油漬け、ホタテ刺身用4個、ゴロッと3種の海鮮丼。これでパックのご飯で海鮮丼作ります。まあとりあえず3分ぐらいチンします。今バッテリーが 94%、 3分で 94% が 88% になりました。ポータブルバッテリーはエコフローのデルタミニで、出力 1400W、 容量は 882Wh です。走行中シガーソケットで充電しています。3分で 8% 減りましたが、パックご飯は2つ温まりました。地元のスーパーは観光地価格ではないので結構贅沢できます。いくらいくら、あ、5個かホタテは5個ありました。イカはね、全部乗らない無理やり全部乗せました。こんな感じ、いくら、うん、いい感じめちゃめちゃ美味しい。プチプチか。これホタテ、ホタテ美味しい、めっちゃ美味しい。これはうまい、めちゃめちゃうまい。もう海鮮の食べんだよな。さすがにウニは入ってないけどめっちゃ贅沢やな。昼はラム食べて、うまい。ラムは美味しかったな。白いもんばっかりで、全部で1880円。それを2で割って1人前940円。コスパ最強で十分満足できるし、お腹が膨れた。もう飲めへんな。昼が、昼たらふく食べたもんや、ラムを、うん、ラムのあの焼き具合は最高やったな。で最後に残ったパンまで食べてたやろなんか残ってんねんもん。食べって言うたらええねん。あ、浜ちゃんに、うん、あいつ遠慮しとったんかな。あの人は絶対よけ食べはんな、あんだけ力仕事してはったら。 なんかムキムキになっとったもん、うん、腕とかめっちゃ太かったし。ああ残ってたら自分が食べなあかんことないねん食べてまうねん。朝になりました。売店に入ります。この道の駅では有料のゴミ袋を販売しています。10リッター50円です。でこれに入れたらどこに、観光案内所ありますので、そこに出していただいたら。あ、はい、もう開いてますのでいつでも大丈夫です。あ、そうです、はい、車中泊旅行ではゴミが大変なんですが、このシステムはありがたいです。素晴らしいと思います。足湯がありました。暑いです。暑い、いや、かなり暑いな。ああこれはぬくもるな。これはぬくもるな。暑いな。あくあくなってきてつけたところだけ危ない。マシュー湖第一展望台駐車場です。道の駅マシュー温泉から20分ほどです。霧ない、霧のないマシュー湖。これやマシュー湖これか見事や。あの小島はないや。カムイ首都です。ここ全貌が見えね。エメラルドグリーン、マシューブルーやね。マシューブルーか、うん、
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ケーキっぽいな、これ、大根餅みたいな、お餅や。美味しいね。もちっとした砂糖汁。20分ぐらい走ると、硫黄山、アトサヌプリが見えてきました。もう湯気上がってるやん。わ、すごい硫黄の匂いがしてきた。こんにちは。マシューコやってきました。はい、はい、ありがとうございます。いいですか。ありがとうございます。はい、どうぞ。マシューコ第一展望台との共通券500円で駐車できます。硫黄の匂い。アトサヌプリ。おお、すごい硫黄の匂い。すげえな、この色。この辺も黄色いよ。硫黄臭い。硫黄の匂いで見せんの？いや、関係ない。地面ぬくいかな。これこんだけきつい風吹いてても、うん、サブってならへんし、やっぱりぬくいのかもな。噴火口や。これぬくいね。あ、ぬくいぬくい。真っ黄色や。うわ、この辺暑いよ。暑い。いや、ずっとつけてたら暑いけど、そんな暑い、暑い。思いっきり温泉や。これも沸騰してる。あったかい、あったかい。湯気であったかい。間近にこんな出てんの見た、初めて。見えてなんか近いの。火薬の原料やな。売店で20万人以上が食べてきた温泉蒸し卵を買います。蒸し卵2つ、2個、はい、300円になります。はい、テラス席で火山を見ながら食べます。え、ガムテってないよ。そこにある。あ、そうか。長すぎた。あんまり綺麗に向けて、まあいいや。硫黄の味する、うん、なんかちょっと味付いて。源泉蒸し卵って書いてある。あ、そうか、温泉の温泉蒸し卵。うん、温泉の味がする。うま。いや、黄身が大体硫黄の味するやん。黄身なんで硫黄の味がする。硫黄が入ってんじゃん。11時頃になったので早めのお昼にします。10分ほどのところに蕎麦道楽というお店があるので行ってみます。希少なマシュー蕎麦を自家栽培して、それをお店で出されています。引き立て、打ち立て、茹で立ての三立て蕎麦が味わえます。ザルそば2つをします。はい、わかりました。はい、これです。ザルそば800円です。じゃがいもとお漬物がついています。おー、いい感じ。うん、コシがある。続々と常連の人たちが来られました。温かい柏そばが人気みたいです。冷たいざるそばは少し白っぽくて透明感があり、風味もコシもしっかりしていました。そば湯もとろっとして美味しかったです。じゃがいもも食べたらしっかり満腹になりました。ほのかな味あるやん。甘いな。とろっとしてるね。あ、美味しい。この辺りは湖が点在していて、摩周湖から1時間ほどでマリモで有名な阿寒湖があります。阿寒湖温泉の辺りで湖岸に降りて少し散歩しました。裾野の広い清掃火山の大阿寒岳が見えました。アイヌの人たちの集落のアイヌコタンがあります。飲食店や民芸のお土産屋さんが並んでいます。ゴールデンウィーク明けということもあって閑散としていました。
さらに30分ほど行ってオンネ島という小さな湖に行きました。水面がきれいなコバルトブルーに見えるということでしたが、曇っていたのでそういう感じではなかったです。阿寒富士と明阿寒岳が見えました。きっと晴れていたらこんな感じで綺麗なんだろうなと思います。ちょっと残念でしたがそれは仕方ないです。1時間ほど北に走った美幌峠に、峠の湯美幌というかなり大きい温泉施設があるのでそこに行くことにしました。広々とした温泉でした。600円は安いと思いました。明日は旭山動物園に行きたいと思っているので、1時間半ほど旭川方面に走って道の駅マルセップで車中泊します。今日も最後までお付き合いありがとうございました。次回は旭山動物園です。それでは次の動画でまたお会いしましょう。